ムハンマドイブンアブドゥルワハーブはスンナハムスリムの宗教家、ウラマー。アラビア半島中央部のナジュド出身。クルアーンと預言者のスンナだけに基づき、タウヒードを強調する厳格な復古主義的思想を説いた。信仰の本来の教えに立ち返ることによって、イスラームを浄化することを訴えた。ここで言う、イスラーム本来の教えとは、 預言者ムハンマドが直接言動した人々から数えて、三世代までのセラフにより理解されていた教えを指す。また、宗教的なこしらえ者、あるいは多神教とみなした者は、それがたとえ普通のムスリムの生活に根付いた習慣で、あっても拒絶すべきものとされた。イブン・アブドゥル・ワフ・ハーブは、ムハンマド・イブン・サウドと同盟を結び、その助けを得て、ディル・イン・やシチョ国を樹立した。 彼らは同盟して、権力を独占した上で二人で分け合い、二人の一族による支配は、今日のサウジアラビア王国まで続いている。サウジアラビアにおける、アールアイコールシャイフと呼ばれる宗教的権威のある一族が、イブンアブドゥルワフハーブの子孫であり、同国の聖職者階級養成機関を支配して、ウラマーを統率している。イブンアブドゥルワフハーブは、 一般的に受け入れられている説によると、1703年にアラビア半島中央部、ナジュドのウヤイナ村に生まれた。出身部族は、アラブの諸部族の中でもオアシスに定住する部族の一つ、バヌータミームとされる。出生地は、ウヤイナではなく、ウヤイナから60キロメートル離れたところにある、フライミーであるともされる。イブン・アブズル・ワッハーブの一家は、イスラーム法学者の一家で、 代々ハンバル学派を報じていた。イブン・アブドゥル・ワッハーブも幼い頃から、主に父親のアブドゥル・ワッハーブにイスラーム諸学を学んだ。長寺てマッカとマ・ディーナに巡礼を行い、そこに何年か泊まって、ウラマーに指示したと言われている。イブン・アブドゥル・ワッハーブの生涯に関する公式資料でさえも、これらに都市を訪れた時期や順番には移動がある。また、 巡礼の旅の全体の長さについても、歴史研究者の間で意見が分かれている。イブン・アブドゥルワ・ハーブが1740年に、アル・ウヤイナに帰宅するまでの彼の人生は、多くの出来事についてその日時が分からなくなってしまっており、再構築が難しい。巡礼後は、バスラやイスファハーンにも留学した。マディーナにおいて、イブン・アブドゥルワ・ハーブは最初、 アブダラーフイブンイブラーヒームイブイコールサイフ氏の元について学んだが、氏は自分より年下のムハンマドハヤーアイコールスインディにイブンアブドゥルワフハーブを紹介し、彼にこのものを弟子にしないかと勧めた。イブンアブドゥルワフハーブとアイコールスインディは非常に親しく交わり、イブンアブドゥルワフハーブはアイコールスインディの宅に長い間投留した。アイコールスインディは イブンアブドゥルワ・フハーブに対して、問題を解決するときにその問題にまつわる情報だけに基づいて、独自に精神的努力を払い、結論を導き出すこと、ワリーをあがめたり聖者病に猛出たりするのは、世人が皆やっていても拒否することを教えたとされている。イブンアブドゥルワ・フハーブは、故郷の村に戻ると、タウヒードの布教を始めた。彼の説法に引きつけられた信者の中には、 アルヤイナの有力者、ウスマンイブン・ムーアンマルもいた。彼には、自らの支配地域を、ナジド全域に広げ、神が望みたものならば、さらに、という政治的野望があった。イブン・アブドゥルワッハーブとイブン・ムーアンマルは、お互いの不況と政治的野望という目的を達成するために、協力し合うことにした。イブン・アブドゥルワッハーブは、宗教改革に向けた、 いくつかの考えを実行に移し始め、まず最初に、地元民の信仰を集めていた預言者の共有、ザイドイブハッタの霊廟をぶち壊すことにした。彼は、イスラームの教えは、霊廟崇拝を禁じていると唱え、イブムーアンマルに力を貸すように説得した。次に、地元民に神聖視されていた木々を切り倒すように、イブムーアンマルに命令し、すべての木々の中で最も生えあるものを、 自らの手で切り倒した。イブン・アブドゥル・ワフ・ハーブは、密通を犯したと告白した女性に対して、石だけを執行することを導入したことでも知られる。アルヤイナ村でのこれらの動きは、ナジュドニー、インゼンタル、影響力を保持していたアル・アフサーウと、アル・カティノアミール、バヌー、ハーリド部族のスライマーアン・イブン・ムハンマド・イブン・グライルの注意を引いた。イブン・グライルは、イブン・ムーアンマルに対して、 もしお前がイブンアブドゥルワフハーブを殺すか追放するかしなければ、お前がアルアフサーウに所有している辞書の徴税権は失うことになるぞと脅した。イブンムーアンマルは脅しにくし、イブンアブドゥルワフハーブをウヤイナから立ち去らせた。アルウヤイナから追放されたイブンアブドゥルワフハーブは1774年にウヤイナの南東にあるディルイ、ヤに到着した。 地元の有力者だったムハンマド・イブン・サウードは彼の噂を聞いて彼の宿を訪ねた。イブン・アブドゥルワ・フハーブはイブン・サウードにムハンマドの戦況の生涯を解き、現在の住民がアンラーフの教えやその使徒の原稿に背いていることを語った。二人は戦況名約を結び、イブン・アブドゥルワ・フハーブはイブン・サウードの武力を背景に戦況を進めることができるようになった。 権力者と組むのは2回目になるが、今度はうまくいった。二人は、アラビア半島の各アラブ部族を自分たちが想定する、ところのイスラームの、神聖の教えに立ち返らせようという点でお互いに、合意した。ある資料によると二人が初めて、いま見えた時、イブンサウードは次のように宣言したという。ムハンマドイブン・アブズル・ワッハーブはこれに答えて、曰く、と述べた。合意は、お互いに、 中誠の誓いを交わすことで確認された。イブン・アブドゥルワ・フハーブは宗教問題に関して責任を負うこととし、イブン・サウードは政治、軍事的問題の担当者になることになった。この歴史的合意は相互支援協定になり、アール・サウードの一族と、アール・アイコール・シャイフ及びイブン・アブドゥルワ・フハーブの弟子たちとの間の権力分配に関する取り決めにもなった。 この合意は300年近く経った今でも続いており、サウード家の勢力拡大を促進させるイデオロギーとなった。サウード家は明確に定義された宗教上のミッション、大義名分が与えられたことで勢いづいた。サウード家の軍勢はナジュドを征服し、現代のサウジアラビア王国の国土全域とおおむね同じ範囲にまでサラフィー運動を及ぼした。 そして当時民衆に受け入れられていた様々な信仰を多神教に等しいとして根絶やしにする一方、イブンアブドゥルワッハーブの教場を広めた。こうして1744年の二人の協定はディルインア主張国の出現という形で身を結んだ。イブンアブドゥルワッハーブはバグダードにいた頃、一人の裕福な女性と結婚したという伝承がある。彼女が亡くなった時、 イブン・アブドゥルワフ・ハーブは土地と財産を受け継いだという。しかしながら、この裕福な女性との結婚及びバグダードへの旅行をしたという説はサラフィー派の裏ーから異議が申し立てられている。サラフィー派によると彼の婚姻は彼がまだティーンエイジャーの頃に父、アブドゥルワフ・ハーブにより縁組されたものであって、彼はバスラを越えて遠くへ旅したことはないという。 ムハンマドイブン・アブドゥル・ワッハーブには6人の息子がいた。フサイン、アブドゥル・ラーフ、ハサン、アリー、イブラーヒームの5人に加え、溶接したアブドゥル・アジーズの6人である。成人した息子たちは皆、家のすぐ近くにマドラサを建て、ディルイヤや、その他の場所からやってくる若い弟子たちを教育した。イブン・アブドゥル・ワッハーブの子孫たちは、アールアイコール・シャイフと呼ばれ、 サウード家が治める国において、歴史的に国家公認の宗教者養成施設を支配して、ウラマーの指導層を形成した。現代サウジアラビアにおいて、アールアイコールシャイフに属する人々は、アールサウードと呼ばれる、サウード王家と同等の威信を保持している。両者は権力を分け合い、ウラマーや政府の官僚などの地位についている。両家の協定は、 アール・サウードが信仰に関わる分野において、アール・ア・イコール・シャイフの権威を維持し、サラフィー主義の原則を掲げ、これを広乗りすることに基礎を置く。アール・ア・イコール・シャイフはその見返りとして、アール・サウードの政治的権威を支持する。サウジアラビアでは、このように宗教的道徳的権威が、王族支配の正当化に役立てられている。イブン・アブズル・ワフ・ハーブとその宗教運動については、 支援者の立場から書かれた2種類の同時代史の記述がある。イブンガンナムのナジュドシとイブンウィーシュルのナジュドシにおける栄光の進路がそれである。フサイミイブンガンナムはアルアフサウ出身のウラマーであり、イブンアブズルワッハーブの運動をその始まりの時点から直接観察した唯一の歴史家である。彼の年代記は1797年で終わる。これに対して、 イブン・ビーシュルの年代期は1854年で止まる。これは、イブン・ガンナムの頃から一世代遅い時期に書かれたもので、あるが、イブン・ビーシュルがナジュドに生まれ育ったものであり、イブン・ガンナムよりも詳細な説明を数多く付け加えているため、部分的には、イブン・ガンナムよりも価値が高いと考えられている。もう一種類、1817年頃から、 匿名のスンナ派の著者により書かれたラームはイコールシハーブという年代記がある。著者はイブンアブズルワフハーブの運動をビドアとみなしており、謙虚にこの運動に賛成しない意を表している。この本もよく引用されるのであるが、これは主題に対して比較的客観的な同時代文献であると考えられるからである。しかしながら前日の2種類の同時代資料とは異なり、 著者がナジドに住んでいない。また、イブン・アブドゥル・ワッハーブの人生の詳細に関して、いくつかの目視録的な、また、伝説的な素材を含むとされる。ムハンマド・イブン・アブドゥル・ワッハーブの思想は、13世紀から14世紀にかけて活躍したシリア出身のイスラーム学者、イブン・タイ・ミーヤの思想に強い影響を受けたものであったとされる。ムハンマド・イブン・アブドゥル・ワッハーブは、 自らの運動をイスラームを純化するための動力と捉えていた。その運動の方法論はムスリムたちを彼の信じる信仰の基本原則に立ち返らせるというものであって、その基本原則の方は先祖たちが手本を示しているとする。イブン・アブドゥル・ワフハーブはまた宗教的こしらえ者あるいは他心教と彼がみなしたものを廃し、イスラームの第一原則は神の一火星にあると布教した。 タウヒードの第一の対応は、アラーフを信じ、すべての主権がアラーフにあることを信じることである。つまり、アラーフ唯一人が信者の主であると信じることである。第2の対応は、数形の対象としてのアラーフとアラーフ唯一人が一つになることである。第三の対応は、アラーフの名前や属性をしっかり信じることである。イブン・アブドゥルワッハーブの教説の 確信は、タウヒードの書に、開示されている。同書は、クルアーンや預言者、ムハンマドの原稿録であるハディースに題材を取った、短い随筆であり、イスラーム信仰には、毎日5回の礼拝、断食、神に語りかける祈り、神に加護を求めること、神に助力を求めることといった儀式的行為が、含まれるという内容の説教である。イブンアブドゥルワフハーブは、 アラーフ以外の何者かまたは何かにドゥアーをすること、つまり、保護や取りなしを呼びかけたり祈ったりすることが、死塾にあたり、タウヒードの主義と矛盾すると熱心に強調した。そして、そのようなことを試みる者は決して許されないと主張した。イブン・アブズルワ・ハーブの運動の最も特徴的なところは、すべてのムスリムが単一の神、アルラーフに祈りを捧げているけれども、 神の取りなしが行われるとは限らないとした点であった。ムスリムというアイデンティティを持っているものであっても、実際のところ多信教者であるものに対して、彼は厳格にタクフィール宣言を行った。とはいえ、イブン・アブドゥル・ワフハーブはすべてのグループに対して一面的にタクフィール宣言をすることは避けた。これに関して彼は何もわからずアブドゥル・カーディル・ジーラーニー病に腹ばいに、 なってひれ伏す者に何をか言わんや。ただし恋にそうしている者についてはこの限りにあらず。と述べた。ムハンマドイブンアブドゥルワハーブの息子、アブドゥルラーフは、アルハディアイコールスニーヤという宗教論を表し、神に鳥なしを願うに際して、神秘主義的な修行を行うことについて厳しい批判を行ったが、その論文の末尾で事故の内面を浄化する修行。 タズキーヤについては、肯定的に語っている。憎しみの王国という本の著者ドア・ゴールドによると、イブン・アブドゥルワ・フハーブは、タウヒードの章の中で、キリスト教徒とユダヤ教徒を悪魔を信じる、呪い師のように描写し、ハディースを引用して預言者に、呪い師たちへの罰として、彼らは剣により串刺しに去るるべしと言わしめている、という。また、イブン・アブドゥルワ・フハーブは、 キリスト教とユダヤ教は彼らの預言者の墓を不適切にも崇拝の場所、聖地にしてしまったと主張し、ムスリムたちはこのような愚行を真似するべからずと警告する。そして、経典の民の諸行は彼らの私塾として求断されると結論する。2004年にイスラームワッハーブ派という本を表したドゥローンイコールバという研究者は、イブンアブドゥルワフハーブは、 当時、他の宗派宗教を異端として、猛烈な否定をしたにもかかわらず、決して彼らを殺してしまえなどということはなかった。彼はこれらの人々が来世で罰せられるだろうと思っていたのだ。と述べて、イブン・アブドゥル・ワッハーブを擁護する。イブン・アブドゥル・ワッハーブの起こした運動、ないし、それを受け継いだ者たちを指す呼び名は、立場により異なる。彼らの事象は、ムワッヒドゥンである。 日本語では普通、ワッハーブ派と呼ぶ。英語圏では、ワッハービーズムとしてよく知られるが、この言葉が敵対者により造語された軽蔑的な用語とみなす信者は多く、彼らはサラフィー運動と呼ばれることを好む。学術的には、サラフィーイズムは全世界の様々なところで行われているイスラームの純化運動の一部を形容するのにふさわしい用語で、 ワフハービズムはサウード派の運動に限定して捉える場合に用いる用語である。また、ワフハービズムは厳格なサラフィーイズムとして捉えられている。ベイルートのアメリカン大学の研究者、アフマドムーサッリーによると、すべてのワフハービーがサラフィー主義者だが、すべてのサラフィー主義者がワフハービーであるとは、限らないという法則があるという。その他にも、ワフハービズムと、 サラフィ・イズムは、もともと別個のものであったが、1970年代に、実質的に見分けがつかないものとなったとする論者もいる。20世紀アルバニアのウラマー、ナース・イル・ティーム・アール・バーニーは、イブン・アブドゥル・アッハーブの運動を、ナジュディ・ダーマと呼ぶ。ありがとうございます。